寂しいじゃん、座ってもらわないと。止まんない。やっぱり埋めないと席を。あと、はい、素敵なお声をいただけると嬉しいです、はい、皆さんも一緒に楽しんでいてください。聴いてください。この世に止まれ。
ないですね。はい、じゃあここで改めまして、はい、改めまして簡単に自己紹介をさせていただきたいと思います。はい、はい、皆さんより向かって右手から見てみましょう。お、はい、びっくりした。はい、私たちは看護師シンガーズといいまして、普段看護師をしながら歌を歌って活動をしている3人組です。私の名前はカエリと言います。アルファベット大文字で K-A-E-R-I と書いてカエリと申します。もう今日は短い時間ですけれども、最後までよろしくお願いいたします。私はイマリサキと申します。万里の長城とあると思うんですけど、万里に歩いていく、行動するの子で、イマリ、ひらがなでサキと言います。よろしくお願いします。リーダーでございます。いや、なんかこのやりとりいつもなんですよ。リーダーではない。そして最後、はい、最後、九州は宮崎が生んだ。九州の方いらっしゃいますか？九州男児いらっしゃらない。九州は宮崎県出身で唯一のメンバーで、実際にね、病院でも働いてるんですけども、看護師シンガーズの亮太と申します。よろしくお願いします。お願いします。はいはいはい、私たちはね、普段は2ヶ月に1回イベントをね、開催をしておりまして、はいはい、いつも表参道で活動してるんですけど、今日は初めての出張ナースステーションということでね、どうですか？私たちも緊張感、緊張というかね、初めてのワクワク感がすごいあるんですけど、はい、はい、今日はね、はい、精一杯やらせていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、どちらの病院にいらっしゃるの？今、病院ではないんですね。はい、そうですね、軽くちょっと職場を紹介しましょうか。そうですね、私今高齢者の施設におりまして、主に認知症の高齢者の方の看護を普段はさせていただいております。はい、あ、確かありました。ちょっと違う職場で働いていて、私は今訪問看護の仕事をメインでやっております。はい、各お宅に自転車で回っていって、はい、お家でケアをさせてもらってます。今の時期大変だよね。そうだよね。はい、頑張ってます。僕はですね、表参道はどこでやるの？表参道はノースアートガレージというイベントが、イベントブース会場ノースアートガレージという会場で、はい、やっております。表参道駅から徒歩1分でございますので、はい、はいはい、そしてどこで働いてるんでしたっけ？僕はですね、僕は病院で整形外科っていう骨折とか、はいはい、まあ、筋肉とか、うん、あとはなんだ、みんなが知ってるのは骨とか肉とか、うん、人体とか、うんうんうん、そういうところの病棟、整形外科という病棟で、看護師として働いております。はい、なので看護師シンガーズとはゆえど、こうみんななんかいろんな種類の職場で働いております。そうだね、そうですね、はい、はい、こうね、看護師といったら病院っていう、ね、イメージがあるかと思うんですけど、まあ、実はいろんなところに看護師はいて、まあ、いろんなジャンルで活躍をしているという感じでございます。はい、それだけ今日知ってもらえれば十分だね。そうですね、本当だね。はい、はい、じゃあちょっと曲を挟みながらいきますか。はい、はい、私たちはそうですね、3人で その表参道で主にやってる活動の他に、はい、ソロでもシンガーソングライターとして活動していて、はい、はい、でちょっとここから少しソロの曲も入れながらやっていこうと思うんですけど、今最初に歌ったのが亮太さんのオリジナル曲、はい、この指止まれという曲でした。そうですね。これどんな思いで作った曲なんですか？お前でもマイク置いちゃったよ。喋る気ない。これね、やっぱり病院で働いてると、うん、なかなかこう、まあ、患者さんとね会えなくなるっていうことはとても患者さんとしても素晴らしいことなんです。やっぱ元気で退院していかれるってことは、うん、なんですけれども、やっぱりこうやって何かしらのこうご縁で今日もこうやってお呼びいただいて、みんなの前で歌わせていただけるっていうところで、またね、集まる時にちっちゃい頃よくね、なんとかする人この指止まれみたいなことやってたでしょ。うんうん、
何十でやってるか。そうそうそう、なんかそのね、子供心を忘れないという気持ちで、この指止まれというこう皆さんに覚えてもらいやすいような曲を作りました。ほどほど、はい、だそうです。みんな止まってくれましたかね、はい、集まってきてくれましたかね、はい、次は誰の曲かな。はい、はい、次は私が歌うんですけど、今日はオリジナルソングではなくて皆さん知ってる曲のがいいかなと思って、カバーをさせていただきます。はい、なんか寂しくなりますけど、はい、今日は Leave Come to You さんの嬉しい楽しい大好きという曲、皆さんご存知ですかね。はい、はい、知ってる方ぜひ、ね、一緒に歌っていただければなと思うんですけど、はい、皆さんご手拍子なりこう、ね、なんか盛り上がっていただければいいかなと思います。それでは歌います。はい、では聴いてください。嬉しい楽しい大好き。はい、ちょっとお待ちくださいとか、はい、皆さん、今日私ここ初めて来させていただいたんですけど、このお祭りは毎年されてるんですかね。あ、なるほど。はい、あ、そうですか。あ、アルコールのせいかもしれないですね。イベントにアクシデントはつきものですけれども、はい、いつもこのような感じでシンガーさんが歌を歌うんですか。初めてです。はい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 、嬉しい。初めての試みに乗っていただけて嬉しいです。はい、なるほど。じゃあ先にさ、ね、ちょっと今日は皆さんに一つ勉強をして帰っていただけたらと思いまして、私たちが今までやったことのあるイベントの中から一つ用意して持ってきました。ね、ちょ先にじゃあそれをさせていただきましょうかね。はい、この今暑い中なので、もしかしたらね、急にちょっと道端で誰か倒れてるなんてこともあるかもしれないですよね。まあね、すごい熱中症が流行っているかと思うんですけど、今回はですね BLS と言いまして、一時救命処置について皆さんに少しレクチャーができたらいいなと思っているんですけれども、皆さん BLS 聞いたことあるよって方いらっしゃいますか。 BLS ですね。はい、こちらはですねベーシックライフサポートというもの、頭文字を取った略語で、まあ、日本語では一時救命処置と言います。まあ、一時救命処置というのは、まあ、呼吸が止まってしまって心臓も動いていないと見られる方への人工マッサージとか聞いたことありますかね。あ、心臓マッサージ、人工呼吸と心臓マッサージとかって少し耳にしたことがある方もいらっしゃるかと思うんですけど、意識がなくて呼吸もしてない人が道に倒れていった時に皆さん救急車を呼ぶと思うんですけど、それまでに私たちができることは何かないかなっていうところで、まあ、今日は一つご紹介をさせていただきたいなと思います。はい、では、ちょっと今日はですねこんなものを用意してきました。これプーさんなんですけど、ちょっと生々しいですかね。マイクが入ったということで、はい、ちょっと、はい、まあ、顔はね置いといて、はい、一番見てほしいのはこっちなんです。そうなんです。皆さん心臓マッサージと言ってもどこをどういう風に押せばいいのかとか、実際にやられたことある方いらっしゃいますか。さすがに、あ、すごい、すごい。どんな場面で
やられたんですか？あ、保育士さんでこの後歌われますけどね、保育士シンガーの、ね、方ですけど、保育士の研修でされたということですね、まあ、なかなか実際にしたことあるっていう方はいらっしゃらないかもしれないんですけど、そうだね、そういう場面に出くわしたとか、うん、見たことあるっていう方いらっしゃいますか？ないかな、ないに越したことないんだよね。そうだね。こういうのないに越したことないんですけども、ね、やっぱりこうね、どこで何が起きるかも分かりません、うん、やっぱり日本の人口としてもね、うん、高齢の方も増えてきてますし、うん、ましてやこういうお祭りの場でアルコールが入ると突然うってなる場合もあるかもしれませんので、うん、気をつけてくださいね。聞いてないですけど大丈夫はい、ということで、もしそんなことが、ね、はい、目の前で起きても大丈夫なように今日は一つ知識を頭に入れていただければと思います、はいはい、じゃあちょっと具体的にどういうふうにやるのかっていうのをね、はい、今日は亮太さんからちょっと紹介をしていただきます。はい、はいはい、これがですね、こうなんとなくご察しのように、あの俗に言う肋骨でございます、はい、人間の、はい、まず利き手、はい、皆さんの利き手を出してもらいたいと思います。右手が多いですかね。右手が多いですか。利き手、はい、はい、右手ですかね。はい、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 右手をまずじゃそのまままっすぐ前に出してもらいましょう。あの前にしてる頭をどつかないででもお願いします。はい、はい、でその上に利き手じゃない方、左手ですかね、まあ、左手をかぶせます。あ、そうですね、このようにかぶせます。で、はい、これでどこを押すかなんですけど、どこだと思います？皆さん大体なんかこの辺っていう感覚で、うん、ご自分の体認識されているのかなと思うんですけれども、はい、心臓マッサージってどの辺にしましょうかね。どの辺ですかね、まあ、そう、心臓マッサージっていうだけあって多分心臓にやるんだと。そうだね、そうだね、そうだね、心臓だよね。ちゃんとこれもあの解剖学的位置が決まっておりまして、はいはい、これではちょっとないんですけれども、乳頭と乳頭、おっぱいのですね、乳首の間を結ぶ位置、なおかつ溝落ちの上の骨、はい、これでいうとここですね、はい、この辺ちょうど自分でも皆さん触れますかね、はい、溝落ちのこのちょっと上の硬いところがあると思うんですけれども、ここが骨ですね。ここに胸骨、はい、ここを押す。で、どうやって押すかというと、もう一度右手を出してもらって、はい、左手を出していただいて、はい、で、自分の皆さん、今日ちょっと右手で説明させていただきます。右手の手のここ、ここ、ここは多分一番硬いんだと思います。あ、ここ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 そこここですね。そこに一番力が入りやすいところになってますので、そこをここに当てます。で、その上から左手を添えます。この時に注意するのは肘がまっすぐ伸びているかどうか。どうしても肘が曲がっちゃうとしっかり力が伝わりません。なので肘をまっすぐ伸ばしていただいて、手のこのところをここに当てます。実際は人倒れてるので下に向かっていくんですけど、今はこうやってるけど分かりやすくなって、そこを肘をまっすぐ伸ばして垂直に約5センチ、約5センチほど押します、はい、で、押した後大事なのは、押し続けても心臓のポンプの機能ってこうやっぱり縮んだり伸びたりっていうことなので、押したら必ず戻します。5センチ入れたら5センチ戻さないと意味がないですね。で、この時に戻す時に肘を曲げてしまうと、その次また押す時にどうしても肘が曲がったまま押してしまうので、うん、基本的に肘をずっと伸ばしたままになります。伸ばしたまま体だけで押して、このまま戻るような感じになりますね。肘を本当に常に伸ばす。で、これをどのぐらいのスピードでやるかっていうと、1分間に100から120回。結構しんどいですよこれ。2人はこれ現場で実際やったことありますか？ありますね。どうでした、その時の感想？もうすごく大変でした。もう汗だくになっちゃって、でも止めちゃいけないっていうのがあって、もう必死に死ぬ思いでやったんですけど、そうそう、なので、まあ、こうやってたくさんの方が知識を知ってると、途中で交代ができるんですね。そうなんです。でもこう止めちゃいけないので、しっかりお互いカウントを取ってずれないように変わらなきゃいけないという、まあ、ちょっと難しいんですけど、はい、私もその時は
先輩に代わってもらってやったんですけどね、代われる人がいっぱいいるといいですよね。ね、本当にそう思います。じゃあ実際にちょっとそこでやってみましょうかというか、うん、誰がやる？どちらか、じゃあお願いして。どうしますか？じゃあやります。はい先ほど言ったのちょっと皆さんも復習がてら一緒に見ていただきながら、実際こんな高い位置には出てないんですけれども、あ、そうだね、地面で、そうですね、こう人が倒れていると思っていただければと思います。で、この時にまず利き手を下になるように、こう、そうですね、で、反対利き手じゃない方の手を上から添えます。押すところ、もう一回確認してもらうと、この溝落ちの少し上の骨のあたりですね、そこに、この辺で、はい、手のひらの一番硬い部分を押します。この時、肘をしっかりまっすぐ伸ばします。で、垂直に押します。これちょっと5センチ行き過ぎですけど、はい、ちょっと極端に分かりやすくなってます。5センチ押して、5センチ戻す、これが大事、押したら戻す、押して戻すことが大事です。こういう時にね、しっかり肘が曲がってないか、腕の縁が垂直になっているか、これを大体100回から120回、1分間に100回から120回のペースでやるとこのぐらいになります。合ってるかな？合ってます。で、これね、1分間に100回から120回って言われてもちょっと分かんないっていう方に必見、はい、こんな歌があります皆さんご存知の歌を歌っていただければちょうど100回から120回ぐらいになるようになってるんです。はい、それではやってみましょう。もう一回押してもらっていいですか？せーの。もしもし亀よ亀さんよ、世界のうちでお前ほど。はい、ありがとうございます。実際にね、この緊急の場でこんな流暢な歌を歌ってられませんもしもしなんかやってられませんだけど自分の中でこうね、こうスピードをつかむ上では、このもしもし亀よ亀さんよ歌いながらやるのが大体いいと言われております。はい、皆さんなんとなく掴んでいただけましたかね。なんかわからないこととかありますか？今日せっかくこうやって僕たちもこれをやらせに来てもらったので、なんかせっかくなので、もしもの時に備えてなんか質問とかあれば受けたまわります。なんかこのマッサージどれぐらいの強さでやっていいのかなって、実際にやると生身なので結構躊躇してしまう方が多いんですけど、まあ、とにかく強く早くテンポよく、骨が折れても命が助かった方がいいので、実際に骨は折れるんです、これ割と。だけど骨が折れてでも命には変えられない、極端な、ね、言い方ちょっとあれかもしれないですけど、骨なんか折れても後で手術すればいい、でも命はもうそれに変えられないので、骨を折ってまででもしっかり心臓のポンプ機能を助けてあげるっていうのがこの心臓マッサージ胸骨圧迫の、セオリーというかやり方になります。はい、ありがとうございます。できるかっていうところでもその後の精神変わってきますので、皆さんの勇気で助けられる命が増えるといいかなと思います。なかなか実際そういう場面に出くわして、じゃあいざやるってなっても難しいところがあるんです。なので自分一人じゃやっぱりできないことも大人の手とかがいっぱいあれば、まあ、仮にそこで子供が発見したとしても大人を呼んできて、その中に一人でもこう医療従事者とか僕たちみたいな看護師とかがいればまた状況が変わってくるかなと思うので、まずはこう大きい声を出したりとかして人を集めるっていうことをやってもらえればいいかなと思います。もうそれだけでももしかしたらのこう少しの可能性につながることは大きくあると思いますので、実際にねトライしてみるっていうのはなかなか本当に勇気がありますので、もう人を集めるっていうところだけでも違うのかなと思います。はい、はい、思います。で、そう、私たちなんかこういう医療とか病気とかはなんかテーマにしたイベントを表参道でやってるんですよ、はい、いつも。で、毎回ちょっと恒例なんですけれど、このテーマに沿ったオリジナルソングというのを作っています。一応シンガーなので、はい看護師シンガーなので、はい、そうだね。で、うんうん、これをこのね BLS っていうテーマでやらせていただいた時にも、うんうん、実際に1曲作らせていただきました。はい、はいはい、じゃあそれをちょっと歌っていきましょうかね。はい、はい、曲名は私がやらなきゃ誰がやるという標語みたいですはい、では BLS の曲聴いていただければと思います。
ます。途中でカウントをするところがあるので、心臓マッサージしているお気持ちで一緒に行っていただければと思いますので、はい、お願いします。I'm not afraid to die.
じゃあちょっとこの後あの皆さん盛り上がってくださったところでちょっと静かに一曲歌おうと思います。伝えたんですけど、私看護師をしております。で、やっぱりいろんな方 と、お別れをする場面も結構多くて、そうですね、亡くなってしまう方とかも結構いたりとかして、で、そんな中、まあ、私も身近な方を亡くす身近な人を亡くしたりとかっていう経験もこうちょっとそれに重ね合わせて作った曲があるので、ぜひ聴いてみてください。これからという曲です。君はまだ眠たいの、そんな可愛い顔をして、どんな夢見てるの？悲しい夢じゃないといいな。隣にいるから心配しないで、気まぐれ
ね、何かしながら何かするというもの、デュアルタスクというんですけれども、まあ、そういった運動がとても認知症予防にはいいと言われております。なので今日はふるさとを歌いながら振り付けを今お教えしますので、踊りな歌いながら踊るというのをしたいと思います。はい、ではちょっと簡単な振り付けがいいと思うんですけど、さきちゃん何かパッと思い浮かぶのありますか？肩を叩くとか。あ、肩を叩くでもいいかもね。じゃあ最初のうさぎおいしかの山は皆さんで左肩を叩きます。かの山、はい。じゃあこぶなつりしかの川、何か思いつくものはありますでしょうか？前から2番目に座っているはい、はい、何か何でもいいです。何でもいいです。手を上げるでもいいですし、膝をすごい難しいダンスとかなんかもうトリストする今肩を叩きました。じゃあ次はどうしましょう？何でも大丈夫ですよ。手拍子でもいいですし、うん、手拍子にしましょうか。じゃあこう皆さんのことをみんなこう下を向くんだよね。皆さんどんな感じしようかなってみんなこう下を向き始める。夢は今を巡る。あ、おー、素敵。じゃあ行きましょうか。夢は今も巡りて。では最後、帽子をかぶってらっしゃる素敵な、終わった感じがしますね。Thank you.
かで何かしながら何かするっていうのを少し心がけていただいて、はい、ぜひぜひ予防に努めていただければと思います。はい、じゃあ、はい、ちょっと最後、はいはい、私たちのちょっと次回のあそうだ、ね、イベントについてちょっと話してみてもいいですか。はい、先ほど表参道でイベントをやっていると言ったんですけど、はい、一応次回の日程はい、告知させていただきたいなと思います。はい、恐縮ですが、はい、次回は8月、はい、26日、日曜日ですね、はい、日曜日ですね、はい、日曜日の昼間12時オープン、はい、12時半、12時オープン、そうですね、12時半スタート、はい、はい、になりますね。で、毎回、さっきも言わせてもらったんですけど、毎回テーマを持って出してもらってます。今までにやったテーマって何がありましたっけ。今のこれ、BLS、はい、はい、認知症病だよね、認知症、今ちょっとやりましたけど、ね、認知症、あと、はい、糖尿病の1型糖尿病ですね、はい、あと、ヘルプマーク、ヘルプマーク、ね、はい、そしてあとこの間が発達障害についてやりました。こんな感じで毎回テーマを変えて2ヶ月に1回各月で表参道同じ時間でやらせていただいております。それが次回は8月26日ですね、昼間12時半から。テーマは LGBT っていう言葉を聞いたことありますでしょうか。ありますかね、 LGBT ありますかね。 してますか。ありがとうございます。LGBT についてやるんですけれども、なんて説明したらいいかな。まあ、まだそんなになんか浸透だんだんしてきてるかとは思うんですけれども、はい、例えばレズビアンの方だったりとかゲイの方だったりとか、あと自分の心の性と、体の性が一致しなかったりとか、はい、ちょっとその幅広い総称なんですけれども、はい、LGBT っていうふうに呼んでいます。方々がね、もう何にしても毎回のテーマそうなんですけども、はい、そういう病気とか問題を抱えられている方が少しでも過ごしやすい環境になってくださればという思いで、僕たち毎回、事前に自分たちが勉強をもう一回し直した上で皆様にいろんなこう知識をね深めてもらおうと思ってやっております。そして今回は今まで通り LGBT に対して自分たちが思い描く曲を一曲作らせて最後に発表させてもらおうかなとも思ってますので、ぜひぜひ興味が、少しでも持っていただける方いらっしゃいましたら、この後お声掛けいただければもう少し詳しい詳細といいますか場所だったりとか、はい、ご説明させていただければと思います。あと再三言ってます、ソロでも各々活動しております。実際でもこの白衣姿でやるのはこのカンボシシンガーの時、そうこの時だけ、そうだね、普段はやんないもんね、やらないね、うん、カンボシユニフォームだよね、そうだ ねこれ自分普段はおのおのでの活動をさせていただいております。またそれはね、おのおのでちょっと時間とか場所とかは違うんですけれども、まあ、看護師シンガー帰り、今里崎亮太というふうに、少しでも看護師シンガーというフレーズがですね、一人でも多くの方に知っていただければと思って活動させていただいておりますので、ぜひそちらのおのおのの応援の方もよろしくお願いします。個人のフライヤーも実は持ってきているので、よかったら、はい、フライヤーはタダですので持って行っていただけたらと思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、ということで今日は本当にお招きいただきありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ですけれども、また他のシンガーソングライターの方あと3組今日は出られますので、それも楽しみにしていてください。ありがとうございます。